僕がこの話を聞いたのは、彼と仲良くなった後、彼をよく知る周りの人からだったが、僕が出会った頃はすでにケイシにはそんな危なさの影はなく、体がとてつもなく大きい笑顔の素敵な人だった。改めてこの人狂ってんなと思った。もちろんただリミットが外れているという意味での狂うではない。ただのハッタリでもない。ハッタリ、ブラフについてはこの後話すが、ブラフをする前からこの勝負は決まっていた。大人数の場にあえて二人で行くということ。リーダーを一番前に出させるということ。最終的な判断を相手に委ねつつ、強靭な己の覚悟を示すということ。懐に本物の銃が入っているかどうかが問題ではない。胸の中に本物の覚悟があるかどうかがこの伝説を生んだ。実際にこの状況でそんな風に振る舞えることに対し、ある種のリスペクトを込めての狂ってるだ。よほどの度胸もあり、狂ってんなぁと僕が思ったのは、その強靭な覚悟と尋常じゃない肝の座り方。敵味方関係なく、誰しもが思ってしまう。やべえなこいつ。